松島日記は、鎌倉時代に成立したと見られる、日本の気候文。聖少納言の著書であると信じられていた時期もあるが、現在では否定されている。皇后、天氏の放御後、宮遣を退き人目をはばかるように陰性していた、聖少納言は、下野守、秋忠の娘である尼に勧められて、道の区国へ旅立つ。皇河、伊勢、三河、駿河を経て、 戸前の里に編まれたひじりの安室で年を越した聖少納言は翌年の3月20日に夢で阿弥陀如来のお告げを受け安室を出立。武蔵下屋を経て白川の関を越え道の区国宮城軍の国府にたどり着く。秋田田女との再会を心待ちにしていた聖少納言であったが秋田田女はすでに国府を離れ松島に移り住んでいると聞かされ想像をより 僧帽の一角に部屋を建てましてもらい、そこで月日を過ごす。清少納言は、豊島に暮らす秋田田女との再会を果たし、二人で暮らすようになるが、翌年、秋田田女は清少納言を残して、この世を去る。それ以後、清少納言は秋田田女との日々に思いを馳せ、都からの頼りが来ることも稀な松島で六年を過ごしている。本書は、元折のり長が、 玉勝馬巻ににおいて、意味じき議書と、後世に創作された義書であると勘破している。玉勝馬内史後世の研究者が本称、聖昌納言の著作でなく、義書と判断した、主な理由は、以下の通りである。ありがとうございます。